伊達さゆりの伊達にラジオやってません。ワンです。伊達さゆりです。この番組はいつか伊達にラジオやってませんと胸を張って言えるようにリスナーさんの力を借りつつたくさんの笑顔をお届けしていくラジオ番組です。始まりました。第37回でございます。12月に入りました。7日です。本日はやばいね。こんなに早いんですか。私この台本に書かれている数字12月7日水曜日っていうのでちょっと焦っちゃってるんですけど、いやもう今月じゃない、今年も間もなく終わりということで、いやー大変ですよ。12月に入ってね、クリスマスムードが、お店だったりいろんなところにあるわけなんですがね、なんかこうスタバもね、スタバあるじゃないですか。私もそのスタバに前行ったんですよ。そしたらあの紙袋もね全部赤と緑になってて、あークリスマスだって受け取りました、それを。いやー7日ですのでまだね、今年24、25は土日らしくて、うん、なんかクリスマス土日ってなんか素敵だなって思っちゃいました。すごい賑やかなね土日になりそうじゃないですか。はい、ということで今年もはい残すところあとまあわずかなんですけれども、やっていこうかなと、頑張ってねいこうかなと思います。それでは早速始めていきたいと思います。伊達さゆりの伊達にラジオやってません、スタートです。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。改めまして伊達さゆりです。まずは番組からお知らせです。なんとですね、伊達ラジ番組グッズの発売が決定しました。うわー、A&G オールスターの方であの番組ロゴのアクリルキーホルダーを以前発売してたんですが、番組からのグッズは今回が初ということで、ちょっと気になるグッズなんですが、今回発売するグッズはディ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 ン4色ボールペンとステンレスタンブラーでございます。ちょっとね今私の手元にボールペンのね実物とタンブラーの画像のデータがありまして、ちょっとこうこだわりの推しポイントをお話ししますね。まあ、ちょっとタンブラー、ステンレスタンブラーはですね、結構メタリックです。メタリックなステンレスタンブラーにあのね、こうなんていうの、これはオレンジですね。オレンジの伊達ラジの月が書かれている可愛らしいロゴがドーンって印刷されてるんですが、ぜひねこれを使っていただいて、逆にこの伊達ラジを聞きながらこれを飲んでいただいて、なんか入れてね飲んでいただければなと思います。そして4色ボールペンはこちら実物があります。4色ですので赤緑青黒でございます。かなりこだわりまして、ボールペンの本体の色がちょっとこうツヤツヤした白色に今回させてもらって、なんかねこういろんな色で迷ったんですよ。なんかこう何がいいかなってね、いっぱい種類があったので、でもね私は白にしまして、その白の上にオレンジ色で伊達さゆりの伊達ラジオやってませんっていうロゴがね入ってて、ちょっとねこうなんていうんですか、使ってたら多分こう分かる人にしか分からない感じのシンプルさがねいいんですよ。ぜひいろんなところで使っていただいて、気になるね何ペンの細さなんていうの、 0.5 とかあるじゃないですか、これおそらく 0.38 ですね、これ0.38 だと思うんですけど、私が 0.38 がすごく好きなんですよ。ちょっと細めが好きで、で今回 0.38 がいいなと思って、でもね 0.38 だにしたかなと思って、でも書くと 0.38 なんですよ。なので 0.38 と言っておきます。それでごめんなさい、 0.4 とかだったら申し訳ないです。 0.38 です絶対。はい、ということでぜひね見ていただいてゲットしていただければなと思います。
こちらの伊達ラジグッズはですね、12月30日31日に東京ビッグサイトにて開催されますコミックマーケット101の文化放送ブースにて先行販売いたします。グッズについては番組ツイッターでもお知らせしていますので、ぜひご確認ください。よろしくお願いします。そしてちょっとちらっと近況トークの方もやっていこうかな。近況トークは全然この流れから本当に申し訳ないのですが、私の今の住んでる家の目の前にこの間ちょっとジメッとした天気の時があって、夜ねナメクジがいたんですごめんね、嬉しいお話からこんなね、ナメクジがいまして、私の弟がちょっとこうニョロニョロ系というか、ナメクジとかカタツムリと、カタツムリってちょっとカタツムリとかがなんかね一番なんか苦手らしいんですよ、虫でね。なのでもしナメクジの写真を送ったら喜んでくれるんじゃないかなと思って、こうちょっと引きから撮ったナメクジとめっちゃアップに撮ったナメクジ2枚の写真をちょっと送ったんですが、すごいなんかこう落ち込んでましたねなのでちょっとこれからもナメクジ見つけたらちょっと送っていこうかなと思いますので、はい、こういう近況でございました。失礼いたしました。それではですね、リスナーさんからのメッセージもご紹介していきます。まずはハッピーネームはっちゃさんからです。ありがとうございます。さえちゃんおばんです。おばんです。フェブリさんでの連載している手探りの旅第2回が公開されましたね。ししゃもさんの中庭の少女たちの楽曲をテーマを踏まえた上での撮影やインタビューでしたが、撮影時やインタビューの際の思い出やエピソードはありますか？もしあれば教えていただきたいですといただきました。ありがとうございます。フェブリさんの方でそうです連載しています。手探りの旅っていうね、こう私がこう印象に残っている楽曲だったり作品をこう自身のこう思い出だったり考えっていうのをこう踏まえてお話ししていくっていう、こう写真とかもね撮っていただけるんですが、その際ね第2回がこの間公開されたんですが、撮影時の思い出はですね、もうとにかく今ほどではないけど、こうあなんかようやく冷えてきたなっていうぐらいに撮ったんですよ。でこうね、皆さん私が着ているお洋服を見ていただければなと思うんですが、かなりね生地の薄いワンピースなんですよね。でそれのせいもあってこう結構ね冷えてたんですよね、外での撮影もあって。でこう初めて今年初ヒートテックはそれでその撮影の時に着させてもらったっていう話でした。であとこう寒かったので撮影外での撮影中の時にこうカレーのね香りがしてきたんですよ。でそれでマネージャーさんと二人でカレー食べたいねってなってでその後にその撮影の後に私とマネージャーさんで2人でカレーに食べに行ったというお話でございます。そこから私は徐々にカレーにハマっていくんです。この後はい、こんな感じでございました。ぜひ何度も見ていただければなと思います。それでは続きまして、ハッピーネームよっちゃささんからいただきました。ありがとうございます。伊達ちゃんおばんです。おばんです。少し前にツイッターでトレンド入りしていたポケモンタイプ診断を伊達ちゃんはご存知でしょうか？やり方は至って簡単で、いくつかの質問に答えることで自分の性格がポケモンでいう何タイプなのかを調べることができます。私は草タイプで、自分に正直で陰で周りを支える立役者と書いてありました。面白かったので伊達ちゃんにもぜひやってみてほしいです。個人的に伊達ちゃんは私と同じ草タイプか、もしくは電気タイプかなと思っていますといただきました。ありがとうございます。いいですね。前回もねポケモンのお話をさせてもらったんですが、私これ知らなかったんです。ポケモンタイプ診断このお便りで知りまして、ちょっとねラジオ収録する前にやらせてもらいまして、スタッフさんみんなで仲良くやりました結構ねなんかこう可愛らしい質問がねこういくつか飛んでくるのかなって思ったんですけど、1問目からね結構なんかねついつい人の荒探しをしてしまう方だ、はいいいえどちらですかみたいな質問が来て、あなんか結構攻めてくる質問なのかなと思って、なんかでもこうやっていったら、私はねドラゴンタイプでした。うん、なんかね結構お褒めの言葉とかいろいろ書いてくれてて、頭の回転が早いとか書いていただいたんですが、いやーなんか意外でした。なんかドラゴンっていうとすごいなんかこうね強い、もうかっこいいってイメージがあったので、
ね、なんか嬉しいです。なんか切れ物とかね書いてありましたよ。すごいなんか嘘だって思っちゃいました。あとねなんかねなんか強そうなオーラがあるみたいなことが書いてあって、なんかってついてるんですよね。本当かなって思っちゃったんですけど、なんかスタッフさんもねみんな一緒にやったんでなんか被るかなとか思ってたんですけど、みんなバラバラだったんですよね。なんか岩タイプのスタッフさんもいれば毒タイプのスタッフさんもいて、ちなみにそのタイミングで私お母さんにちょっとやってみてってメッセージ送ったんですけど、お母さんはエスパータイプでした。みんな結構違ったのでいろんな多分種類があるのかなと思うんですけど、ぜひ皆さんもやったことないよって方やってみてください。すごい面白かったです。ありがとうございます。続きましていきますよ。ハッピーネーム俺は悪くねえさんからいただきました。ありがとうございます。伊達ちゃんおばんです。おばんです。突然ですが伊達ちゃんは物を買うときは見栄えと実用性どちらを重視しますか？できればどちらもいいものがベストですが、機能はいいけど見た目は地味、逆に見た目がすごくいいけど機能は微妙と感じる家具や家電、衣服などいろいろなものであると思います。個人的には実用性を重視しつつ、その中でできるだけ見た目がいいものを選ぶ場合が多いです。伊達ちゃんは物を買うとき決め手にするポイントなどありますか？もしよろしければお聞きしたいですといただきました。ありがとうございます。私は最近になって実用性を重視し始めてきました。うん。なんか、いや、一人暮らしをして、なんかこう、物を選ぶ機会がね、こう、一人になったので、こう、多くて、それこそ、その、最初一人暮らしをして、こう、家電とかさ、やっぱり、なんていうんですか、家族と一緒にいると、私が自分自身で家電を選ぶこととかってなかったので、なんか、親と一緒にその時は選びましたけどね。なんかでも親がすごいなんかね考えてくれたんですよ。そのなんか洗濯機はこういう機能があった方が絶対いいからとか、あんた電子レンジは絶対こうやった方がいいとか、なんか私のそのズボラなねもう一面を親はめちゃくちゃ知ってるので、なんかこうなんか私もあこの見た目可愛いんじゃないこの家具とか言ってたんですけど、もうあんたはすぐ汚くするんだからとか実用性をこっちの方を重視しなさいとか言ってくれて、まあでも今はそれがすごく役に立っているので、なんか今になってそういう大きいお買い物とかをするときは実用性をやっぱり重視しがちになりましたね。あーそういえばやばい、イヤホンとか歯ブラシはっていうのがありますけど、緊張、これこそ超近況じゃないですか。いやありがたいんですが、ちょっと近況お話します。お便りから一気に変わっちゃうけど、ですねイヤホンですが、私事務所の社長さんにいただきました。誕生日プレゼントで、もう本当にありがとうございますという感じなので、結論言いますよ。自分で買うことになるのはおそらく歯ブラシの方です。しかしまだ買ってないです。もうイヤホンはね毎日つけさせてもらっています。本当にありがとう、ありがたい、ありがたいでございます、本当に。ということなので、多分あの時の勝負は自分で買うならっていう質問お題だったので、歯ブラシですね、おそらく自分で買うのは。イヤホンね買えましたけど本当に素晴らしい。びっくり。使い心地がね、やっぱりなんかこうね、お便りいただいて、イヤホン買った方がいいですよ、買えた方がいいですよって言ってくださった方の意見が本当に分かりました。やっぱり買え、なんかこうなんていうんですかね、もうコードがある方もいいところたくさんあるんですけど、なんかこうなんていうんですかね、今はそのコードレスの方を使っているので、なんかこう変えてよかったかもっていう気持ちの方が今大きいかもしれないです。ありがとうございます。もう皆さん、もうようやく決着がつきました、ここで。あ、そうですね、次は歯ブラシなんですが、なんかぜひ、別にこうお題にはしないので、テーマにはしないので、なんか歯ブラシ
ここのいいよとかあったら教えてください。ちょっと私買おうかなと思いますので、ちょっとね、あの年末とか冬結構あの日本いろんなところにあの行く機会があるので、そこでちょっと持っていこうかなと思いますので、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。あ、自分で少しは探してって、いや家電には疎いんです本当に、なんかわからないですよね。なのでちょっとこういろんな機能があるって聞いたので、ぜひぜひちょっとこう先輩にね聞こうかな。電動歯ブラシの先輩皆さんいらっしゃると思うので聞きたいななんて思いますので、よろしくお願いします。皆さんということで、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしてます。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。今週のさゆりん予報、ここでリスナーのあなたの生活に役立つかもしれないさゆりん予報のお時間です。今日の予報はですね、ラジオネーム、あ、ハッピーネームですね、わたろうさんからいただきました。間食予報ということで、あの食事の合間に食べてしまうおやつとかの、そういう間食でございます。それではサイコロを振ります。これはね、1週間この予報にかかってくると思いますよ。それでは5が出ました。あ、よくなさそう。今週の皆さんの間食予報は、急に晩ご飯に高級お寿司に行くことになりそう。思いっきり味わうために間食は控えましょうとのことです。これは控えられますよね。ねえ、なんか急にですよ、急に晩ご飯に高級お寿司に行くことになりそうって、なんか電話がかかってくるんですかね、どなたから。あ、すごい、なんかね、こう数字がね、数字が大きくなるにつれてあんまり良くない結果が出がちなのですが、結構ラッキーじゃないですかね。間食は食べれないけど、高級お寿司だったり高級まるまるは食べれるわけですからね。ということで、体にもいいと思いますので、ぜひ今週は間食を控えめにしていきましょう。ということで、今週も折り返しです。強く生きていきましょう。以上、今週のセーリー予報でした。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。続いてはこちらのコーナーです。さゆりんみやびしゃべり。みやびな心はそのままに、敬語丁寧語禁止のテーマトークにチャレンジしていきます。いや、これはちょっと、まあ、やっぱ12月に入ったわけですし、 あとですね、前回かな、お便りで、あの私がね、このみやびしゃべりで、まあ、敬語丁寧語禁止なので、もう私っていう言葉も使っちゃいけないので、なんかこう、なんてか分からないですけど、うちとか一人称あたいとかって言ってたので、なんかお便りでさゆって呼んでくださいってお便りをいただいてたので、まあちょっと継続するかはちょっとわからないですが、今回ちょっとさゆでやっていこうかなと思います。はい、ということで、トークタイムはだいたい2分程度、敬語丁寧語を使わず2分間トークできたらクリア。もちろんですますも NG です。もし使ってしまったら罰ゲームということで、ちなみにスタッフさんが気づかなかったらセーフです。ということで、やっていきましょう。ハッピーネームもめんさんからいただきました。ありがとうございます。トークテーマは、伊達ちゃんが冬に食べるものということで、いっぱいありますけれども、ちょっとやっていきたいと思います。スタート。さゆは冬に食べるものって言ったら、まあ鍋とかあったかい汁とかいっぱいあんだけど、最近コンビニに行って見かけるとつい買っちゃうなっていう、品があってレジの横に置いてあるピザマン、めっちゃ好きで、在庫があるたびに買っちゃうでもなんか、なんていうの、こう店員さんに、ダメだ店員さんにピザマン、え、なんて言った、店員さん、ダメだ、店員さんのこと店員とは言えないあー、惜しい、もうちょっと
これダメですよ。店員ダメだね。店員よかった、逆に店員さんのことを店員って言わなくて。ありがとうございます。そうなんですよ、ブーってなっちゃったけどね、あのピザマンを食べるんですよ私。めちゃくちゃ好きで、あ、店員さんじゃなくてそこにいる人とかね、あ、まあ確かにこう傷つけはしないかもしれないですね。あ、確かに目の前にいる人とかね、そかそかダメだ、お金を持ってくれる、お金を払う人とかね、お金を払う人じゃない、もう何言ってるか分かんない。お金を受け取ってくれる人とか。そう、ピザマンをね買っちゃうんですよ。小さい頃からね好きなんですよ。冬というか寒くなるとやっぱ買っちゃいますね。あとあったかいミルクティーとか買っちゃうな。うん、やっぱねお鍋とか自分でね一人で作れたらまあ最高なんですが、まあ皆さんね献立を聞いていただいている方はわかるかと思うのですが、ちょっとああいう結果なので買っちゃいますね。これからも食べていくんだろうな。うわー、もうね罰取っちゃったんで罰ゲームはもう確定なんですが、ちょっと時間がありますので、いやもしかしたらこれ成功だったらもしかしたら罰ゲーム回避になるのではないかななんて思っちゃってるのでやっていきたいと思います。続きましていきます。ハッピーネームアクセルさんからいただきました、ありがとうございます。ドラえもんの秘密道具を一つだけ使えるとしたら何にする？うん、よし、これはちゃんとメモを取ってきたんだ私は。それではいきます、スタート。左右はどこでもドア一択かな。いろいろあるよね、いろいろあるし、数えきれないぐらいあると思うんだ。なんだけどその中でなんでどこでもドアかというと、どこでもドアがあったら毎晩実家に帰っちゃうかな。ママの手料理を食べたいな。そうね、時間と、チャリンチャリン。小銭いらないから。すぐ帰れちゃうし、いろんなとこに行けるしね。あと、1位はどこでもドアなんだけど、もし2ついいよって言われたらタイムマシーンも欲しい。過去と未来行けちゃう道具。私はさゆは過去のさゆに会いたい。過去のさゆに会ってなんかお話してなんかこうなんか一緒に踊ったり好きな曲語っちゃう。以上です。しゃ、いや私っては言ってないですね。スタッフさんより私の方が気づくのが早かったから。これはもうでも罰ゲームするの決まってるんですよね。道具、私どこでもドアです。どこでもドアなんだな、ね、もしもボックスもね迷ったんだけど、なんかちょっとなんか私なんかすごいやらかしそうな感じがして、いろいろなんかすごいこと言っちゃって世界を大きく動かしてしまうことになりそうだから、どこでもドアだったらね迷惑かけないかなって思うんで、どこでもドアにします。ということで、はいはい、ということでもう終わりということなんですが、終わりなのですが罰ゲームは受けるということで、今回の罰ゲームなのですが、いきますよ、マイク近めで ASMR 風ささやきエンディング。私ねささやくの向いてないんですよ、急に笑っちゃったりするから。ブフォーとかって言って笑っちゃうからね。ということで皆さんエンディングの感想あたりお楽しみにということでよろしくお願いします。ということで引き続き話してほしいトークテーマお待ちしています。以上さゆりみやびしゃべりでした。
りしてきました伊達さゆりの伊達にラジオやってません。そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8002、文化放送伊達さゆりの伊達にラジオやってませんまでお願いします。メールの場合はすべて小文字で date@joqr.net まで送ってください。お便りを読まれた方の中から毎週1名様に番組ステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所、氏名、電話番号をお忘れなく。またこの番組はポッドキャストと A&G の公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜18時にアーカイブも配信されます。さらにこの番組の Twitter アカウントの方もぜひフォローをよろしくお願いします。そして私伊達さゆりからのお知らせです。私が渋谷カノン役として出演しています。ラブライブスーパースターリエラの情報に関してはラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。そして伊達さゆりファースト写真集足跡も発売中です。こちらもよろしくお願いします。さらに BS11 にて毎週火曜日23時から放送中のなすなかにしのゲームキングダム、こちらの番組のナレーションを担当しておりますので、皆さんぜひご覧ください。それでは行こうかな。最後に、マイク近め。最後にですね、ステッカーをお送りするリスナーさんの発表でございます。今週当たった方はこの方です。じゃあ上から1番目の方でお願いします。こちらの方です。ハッピーネーム俺は悪くねえさんからいただきました。こちらの方です。おめでとうございます。家電とかのね、見栄え実用性どちらを重視しますかというお便りをくださった方でございますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ダメだ。はい、ということで今回の放送をお送りしてきましたのですが、ちょっと皆さんに一つ訂正がございます。ちゃんと聞いてください。ごめんなさい、これ最初に言うべきだったのですが、伊達ラジの今後発売されるグッズのボールペンなのですが、0.4 でございました。すみません、 0.38 ではございません。0.4 ですので、ね、ぜひこう皆さんに 0.4 だったよって教えていただければ嬉しいです。はい、ごめんなさい、 0.38 が好きとか言ってたんですが、 0.4 も大好きでございますので、ぜひ皆さんゲットしていただければなと思います。それでは俺もっとささやき気味でお願いします。なんかちょっと来ました、なんか、それでは私がなるほどね。ちなみに南しゃべりは店員さんは仕方なかったから人とか役職とかは OK にすると来ました。確かに店員さんを店員と呼んだら確かにちょっとあれですもんね。伊達ちゃんどうしたんだってなりますのでねえ笑っちゃう、ちょっと人とか役職とかは OK にしようかななんて思います。はい、何回も繰り返しさせてもらうのですが、グッズで販売されるボールペンは 0.4 です。はい、ぜひ伊達ラジでつぶやいていただければなと思います。 0.4 です。大変失礼いたしました。ということで今回の放送をお送りしてきました。皆さん寒くなりますので、もう雪が降ってる地域もあったりするのかしらということで、すいません、笑いを大変こらえておりますので、はい、ということでそれでは、これささやきかっていうあれが出てますけど、よしよっしゃ、それではお別れのお時間です。この時間のお相手は伊達さゆりでした。またね。